愛媛県西予市に火葬場を見に来ました。2004年に5つの町が合併してできた市で、合併前の4つの町の火葬場を引き継いだようです。まずは旧宇和町の工場園です。条例で定められた正式名称は西予市宇和工場園というらしいのですが、門標には工場園と書かれています。旧宇和町時代に出版された郷土資料では工場園と紹介されているので、合併時に宇和という枕言葉がついたのだと思います。その郷土資料には施設名の由来が書かれています。町の広報を通じて募集して決定したそうですが、その意味は光を万全に浴び明るく穢れなき人間終焉の地とのことです。この説明は宗教色を隠していますが、実際には阿弥陀仏の無量光や極楽浄土を念頭に置いていると考えてよいでしょう。平成3年にできた施設で、旧施設は全く別のところにあったようです。ということで、霊媒塔も含めて何もかも新しく、移設した石仏なども見当たりませんでした。次、旧三亀町の火葬場を見に行きます。大技つぶりというところに清流園という施設があるそうです。看板がありました。旧施設も大技つぶりにあるということまで分かっているので、廃墟が残っていると嬉しいのですが、果たしてどうでしょう。とりあえず新しい火葬場清流園に到着しました。つぶりの集落からかなり山の中に入ったところにポツンと立っています。大技は同じでも、旧施設は全く別のところにあったと思われます。こちらの清流園の名前の由来は調べませんでしたが、現地に行くと容易に想像がつきます。敷地隣の谷の部分に谷道川という川が流れているので、それにちなんだのでしょう。ちなみに合併後の正式名称は、清予市三亀清流園とやはり枕言葉がついています。右が火葬塔です。左右の建物は平行ではなく、少し斜めに配置されています。Google マップで確認していただくと一目瞭然です。排気塔が写真の奥行き方向に2つ並んでいるので、おそらく右の火葬塔の左半分が炉前、右半分が作業室になっているのだと思います。玄関にも清流園としか書かれていません。反射して中の様子がわからないのが残念です。旧施設は戦前に作られたものらしいので、なんとか廃墟を探し出したいものです。すでに解体されているのだとしても、せめて場所の特定はしたいものです。なんかこの看板があるあたりが怪しいと思うのですが、どうでしょう。最初は資材置き場が怪しいと思ったのですが、古いものがずっと前から置かれている感じなので、火葬場が比較的最近移転したという事実とは矛盾します。そう考えると、隣のこちらの空き地の方が可能性が高いです。清流園の脇から流れてきた谷道川を挟んだ向こうにある空き地、やっぱりここなんじゃないかなと思います。精神を集中させるとそれっぽいのが見えてくるかもしれません。私には何やら見えてきましたが、皆さんはいかがでしょうか。ここにあったかもしれない火葬場、稼働時間がなんと日没から日の出までの夜間だったようです。そしてなぜか0時前と0時過ぎとで利用料金が異なったようです。ただ古いというだけでなく、特殊な運用をしていたようで、とても興味深いです。妄想で見えてきた古い施設は、チャンネル登録、高評価、コメントが増えると、今後は煙突や屋根の質感がグレードアップして、もっとリアルになるかもしれません。ならないかもしれませんが。それではまた。